皆さんどうもこんにちは、マイピカです。今回はですね、フォルザのですね、ラゲッジスペースと、あと後ろのリアボックスですね、に荷物を詰め込んで、1泊2日のね、旅行をするんであればどれぐらい入るのかっていうのをね、ちょっと紹介していければいいかなと思いますね。で、リアボックスの取り付け方に関しては前にね、動画上げてますんで、でバイクのね、納車のレビューもしてますんで、もしよろしければね、他の動画も見ていただければいいかなと思います。じゃあ早速ですね、ラゲッジスペースから、どれぐらい入るのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、でラゲッジスペースね、開けた感じはこんな感じになってますね。ということでちょっと順番にね、ちょっと見ていきたいと思いますね。まずね、前に入ってるのはね、ヘルメットですね。めっちゃでかいけど、これめっちゃでかいな。ちょっと全体映ってないけど、ショーエイのね、 GTAR2 っていうやつですね。めっちゃでかいこれ。で、元々のスペースはですね、ちょっと見せた方がいいんかな。で、元々のスペースはね、こんな感じになってますね。はい、ここにですね、もう余裕ですっぽり入るんで、ちょっと入れていきましょうか。はい、まず GTAR2 すっぽり入ります。はい、こんな感じです。はい、こんな感じで入りますね。で、続いてですね、後ろの部分見ていきたいと思います。後ろはね、カバンが入ってますね。こんな、これぐらいのカバンやったら余裕で入ります。これ何倍やったかな、10リットルかな。はい、前にね、紹介したので、もしよろしければ見ていただければいいかなと思いますね。で、このカバンの中身がですね、こんな感じになってますね。はい、見えてるかな。これカメラですね。カメラとレンズ1個で、もう1個、これ今日今使ってるやつですね。はい、だからカメラ2個にレンズが2個持っていけますね。で、ここにですね、バッテリーとか、こういうのがね、入ってますね。はい、うん、レンズペンとか、はい、あとレンズ拭くやつとかもね、 SD メモリーカードとかも余裕で入れれますね。はい、っていう感じで、だからもしカメラとか持っていかない人であれば、10リットルぐらいは余裕で別のもん入れれるよっていう感じですね。はい、で、ですね、もうちょっとどけましょうか。で、これ全部どけるとこんな感じになってますね。はい、これあれかな、ホンダの車検証かなんかですね。これ絶対入れといた方がいいと思うんで、ね、こんな感じかな。いや、逆向きにするとどうなるかっていうと、ちょっと見せましょうか。こんな感じっすね。よいしょ、こんな感じで、めっちゃ空いてるでしょこれね。これだけのものが入れれますね。はい、なのでちょっとカバンをちょっと入れていきたいと思いますね。はい、よいしょ、ちょっと待ってます。こんな感じ、はい、で、まだありますよね。ここ余裕で入ります。まだここね、ここ入るんで、まあ、これ横とかはさ、例えばグローブとか、バイクグローブとかも入れたりとか、グローブなぜか2個ある。グローブっていうか冬用かな。あとですね、ここに三脚入ります。はい、で、ここに三脚入ります。あとここにさ、服とか、うん、1泊2日ってなってくると、上の服1枚とパンツぐらいやったら全然入りますね。うん、っていうのがあるんで、ここに入れるともうここのラゲッジスペースだけで全部完結しますねっていうやばさ。はい、だカメラの機材とか持っていかないんであればもっと余裕あるんで全然入ると思いますね。うん、ただこれだと欠点があって、お土産をね、入れることがちょっと難しいと思いますね。なのでお土産入れたいんであれば、やっぱし後ろのね、リアボックスは、いるんじゃないかなと思いますね。あとはここのちょっとした隙間に、あれかな、何やろ、水筒を入れるとか。ちょっと水筒入れてみましょうか。はい、これですね、 0.82 リットルの水筒ね、 0.82 リットル。これここ入るんじゃないかな。入りますね、ほら、すっぽり余裕で入る。ここ入れてまだここに何かあるんで、水筒余裕ですね。うん、でこう横は怪しいから、ちょっと待って、これ反対側にした方がいい。これで多分蓋閉まると思うんで、あ、閉まりますね、余裕で閉まる。うん、だからね、水筒はね、余裕で入れれますね。こういう風にほらね、水筒余裕。うん、あと服もあるし、マジで1泊2日やったらね、これだけで全部いけますね。荷物あんまり持っていかへん人やったら、これ三脚ここで立てるいいかなっていう感じですよ。あんまりでかい三脚は無理やと思うけど、っていう感じになります。グローブ2個もいらないのか、ここになんかまだ入りますね。GoPro とか入れようと思ったら入れてます。あと地味にですね、これ見てもらったら分かると思うんですが、こっちかな、ここに隙間空いてますね。ここにもなんか入れれますね、ここね。うん、あとはね、旅行の時に持って行った方がいいアイテムといえばこれかな、これですね。これ分かるかな、なんかエコバッグですね、これ。
ね、エコバッグ見えてる、うん、なんでエコバッグいるかっていうと、あのスーパーとかにさ買い出しに行った時に、あのなんていうかな、ビニール有料でしょ、うん、なのでエコバッグあるとめっちゃ助かるんですよ、うん、なのでエコバッグここに入れるとかね、でエコバッグで荷物を何かしら買ったとしたら、そこがちょっと問題なんですよね。だからエコバッグで何か買うってなるんやったら、やっぱりリアボックスいるかもしれないですね、うん、っていうのがあります。それかヘルメットを外せば、ここにあのエコバッグで買ったものを入れるとかね、うん、例えばさ、これ、外しますね、これ外して、これですね、これ知ってます、よくヘルメット引っ掛けるやつ、ヘルメット引っ掛けるやつをこういう風にかけてね、装着で、もちろんさ走ってる時ってここ空いてるはずなんで、ヘルメットかぶってるからこういう風にかければ問題ないですよね。で走ってる時はここ空いてるんで、じゃあエコバッグで買ったやつを、入れますよっていう感じですね、はい、はい、名探偵コナンのやつですね。青山豪商記念館やったっけ、鳥取行きましたけど、そこでね限定品かなんか忘れたけど、これ売ってましたね、はい、エコバッグね、はい、鳥取行ったら買えると思う、ネットで買えるかどうかわからん。でこのエコバッグをここに入れるっていう感じかな、はい、っていう感じですね。あとですね、1泊2日で持って行った方がいいものは、あのバスタオルと体洗うタオルですね。これなんで持って行った方がいいかというと、最近コロナとかでバスタオルとか貸してくれないんですよ、有料ですね、うん、しかも買い切り、うん、500円とか、バスタオル1個500円ぐらいしたかな。で体洗うタオルも200円とかで700円かかったんですよ。なのでバスタオルとタオルはね別に持って行っといた方がいいですね、1泊2日で。あの温泉入るんであれば、ある程度の観光地とかってなってくると、やっぱし温泉っていうのがあるんでね、で温泉入りたい人いると思うんで、やっぱしバスタオルとタオルは持って行っといた方がいいんじゃないかなと思いますね、はい。ということで、次リアボックスいきます。はい、で続きましてですね、後ろのリアボックスですね。リアボックス開けるとですね、47リットルかな、こうなってますね、はい。ということでめちゃくちゃ入るでしょこれ、ああめっちゃ入りますよ。でここに僕は何を入れてるかっていうと、今何にも入ってないですが、あのこれちょっとしたカバン入れてますね、こんな感じで、とかまあこっちでもいいかもしれないけど、でここに例えばブロワー入れたりとか、GoPro とかですね、 GoPro は基本的に前についてるけど、あとここになんか買ってきたものに入れるとか、まあ、基本的にここカメラ機材入れてますね、うん、っていう感じで、あのフィルターのケースとかかな、こんなやつとか、こんなのをここに入れたりとかしてます、うん、でここにもまだ余裕でいけるんで、あのさっきの水筒とかもいけますね、はい、水筒後ろ入れるんやったらこんな感じ余裕で入りますね、 0.67 リットル全然入るな、何も問題ないですね。なので、買ってきたねお土産とか、お土産とかねマジで買うんやったら本当後ろいると思いますね、あっていうのがありますね。余裕でお土産もね3つか4つぐらいだったら余裕で入ると思います後ろ。なので今改めて思ったんやけど、ラゲッジスペースだけで十分までありますね、1泊2日やったら。普通にね1泊2日どころか2泊3日とか3泊4日とか後ろつけるんやったら全然いけると思います、てな感じですね。でフォルツァにはですね、ラゲッジスペースとリアボックスだけじゃなくて、フロントのね、ボックスもあります。ここもねちょっとだけ入れることができますね、はい。まあ、中はこんな感じになってます、ね、ちょっとマスクとか入ってるけど、ね、マスク結構忘れやすいんでここに入れたりしてますね、うん。あとここ注意しないといけないのはね、一応ペットボトルとかは入れれるんですけども、ホンダドリームでね、ETC つけてくださいって頼むとここの中に ETC 入るんで、別にまあ他でもいけたんかもしれないけど、僕の場合ここの中に ETC 入ってるんで、あのね水気のものとかあんまり入れるとね、ETC の機械壊れる可能性あるし、しかもですねシガーソケットも入ってるんで、あんまりね、ペットボトルは一応入るけど、水水滴つくようなものはやっぱりラゲッジスペースの中に入れた方がいいかなと思いますね。ここはね僕何入れてるかっていうと、例えば AirPods Pro とかね、うん、こういうやつとか、うん、こういうやつを入れたりしてますね、うん、基本的にナビとかの音聞くときに AirPods Pro であったりとかね、あとはオズモポケット入れたりとかね、小さいやつであったりとかで、そういうのを入れるといいんじゃないかなと思いますね、はい。で、こちらに戻りますが、で注意点としてですね、フォルツァのここはですね、10キロまでです、はい。重さね、重さ制限10キロまであるんで、あとですね熱に弱いものとかを入れてしまうと良くないので、あと振動に弱いものとか、一応カメラ入れてますけど、どこに今のところ問題になってないですね。レンズ壊れたとかカメラ壊れたっていうことはないですね、はい。後ろのリアボックスに関しては3キロまでですね。これ確か10キロまでいけるやつも詰めるんやったかな。僕のやつは3キロまでなんで、
3キロと10キロまでなんで、そこは注意点ですね。で、前のフロントのやつは確か1キロまでやったと思いますけども、まあ、そんなに重いものは入れれないかなと思いますね。あともし、乗せたければこの前ですね、この前にシートバッグつけるかになりますね。シートバッグは69リットルとかすごい詰めるんで、まあ、キャンプ行く時にも行けますね、うん。まあ、キャンプ用品どれだけ詰めるのかっていうのは前に動画上げてますんで、まあ、そちらも見ていただければいいかなと思いますね。はい、ということで、めっちゃ詰めるでしょ。はい、ここがだからね、スポーツタイプのバイクと違ったビッグスクーターのいいところ、その2かな、その1はだから風防ですね。風防めちゃくちゃ便利なんですけど、うん、だこの2つですごい利便性が上がるんでね、うん、普通のバイクよりかは。あとは信号待ちしてる時にあのシフトダウンとかしなくていいとかね、エンストの心配もないという、煩わしさがないというか、足も疲れへんしっていうのもあるんでね、ということで、まあフォルツァね、これぐらい入りますよっていう感じですね。新型のフォルツァかな、 MF15 やったかな、出ましたけども、そのね MF15 と今回の2018年モデルかな、僕が持ってるやつの比較の動画も上げてますんで、まあ、もしよろしければこれからね買おうと検討されてる方はその動画を見てから判断されるといいかなと思いますね。はい、ということで今後ともですねバイク関係の動画とか上げていければいいかなと思ってますんで、もしよろしければね高評価とチャンネル登録していただければいいかなと思います。ということで、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。